うーん、お主の祖先の技は何と言ったかのう。ネイチャー、ネイチャー、ネイチャーユニティだ。そうじゃったそうじゃった、不思議な技じゃったが、またわしに見せてくれるのか。人をおちょくって、かつてお前に敗れたアルベリヒ13世の仇、今こそ打たせてもらう。いいだろう、わしも受けて立とうではないか。アルベリヒ13世の孫か。因縁とは恐ろしいの。愚か者め、生きて帰れると思うなよ。はいと、はっ、ここまでやるとは、はっ、おのれ、はっ、おのれ、そんなものか。おのれ、百流派、おのれ、百流派、百竜の牙を、ロザン百竜は、うわぁ、英語が変わる、ウィナー、相変わらず怪しい技を使うやつじゃった。まだこの体に馴染めんの。ほう、お主もちゃんとゴッドクロスに選ばれた。仲間外れにされずよかったの。からかわれては困りますね、老子。俺も立派なアテナのセイントですよ。アテナのセイントの。また誰ぞに命じられわしを葬りに来たのではあるまいな。一体いつの話をしてるんです。老子を撃ってライブラのゴッドクロスを手に入れようなど、まったく食えんやつじゃ。どうも気恥ずかしいな、ゴッドクロスというものは。今の俺は限りなく神に近い。はいと、そんなものか。ここまで来た。石州兵隊派。百竜の牙を受けよ。受けよ、百竜の牙を、ロザン百竜は、うわ、ここまでやる。ロマン百竜派。
と200年は修行が必要なようじゃな。老師、ゴッドクロスの老師のお姿を拝めるとは、この紫龍感激です。わしもお前がここまで成長を遂げるとは感無量じゃ。お前の師として過ごせた日々は幸福じゃったぞ。老師、水臭い話はなしじゃ。成長したお前の竜をわしに見せてみ。はい、この紫龍の剣しかと見届けてください。立派な姿じゃ紫龍。だがまだまだ遅れは取らんぞ。全てを超越したクロス、その威力を味わうがいい。ファイト。皆さん、ロザン昇竜派。そんなものか。皆さん、クロスの力に振り回されてやせんか。まだこの体に馴染めんの。やはり戦いというのは血がたぎるの。生を実感するとますますコスモが湧き立つ。神の域まで達したというのに、この道庫まだまだ修行が足りぬ。セイントセイヤ、セイントセイヤ。